以前紹介した、私のツールバッグというか、デイキャンプバッグなんですけども、どうしてもね、やっぱりちょっとこうスペースが狭いんでね、この中に、入れたいものとしてはクッカーとフライパン、できればね、メスキットパンっていうんですか、これを入れたいんですよね。やっぱりどうしてもね、ご飯食べるのはね、メスティンでいけちゃうんですけども、調理したものを、お皿に盛ったり、調理する前のものを盛ったりと、するのにね、非常にこれ便利なんで、これをできれば入れたいなと。ただそのためにどうしてもね、スペースがないんで、そのスペースを確保するためにじゃどうするかと。で、一つ方法として考えたのがこのね、メスティンを入れるスペースがあれば、こいつがうまく入るんじゃないかなと考えまして、じゃあご飯何で炊くのというところなんですけど、蓋があるクッカー、これが一番最適じゃないかなと思いまして、こいつでご飯今日ちょっとね炊いてみようかなと思います。キャンティーンでねご飯炊くっていうのはね、今までちょっとやったことなかったんで、こういうね、クッカーだったらね、多分普通にご飯はね炊けると思うんですよね。このクッカーでなくて、メスティンで実際に炊いてみようと思います。固形燃料を使います。で、当然風の影響もあると思うので、こういう形で、で、キャンティーンのいいところはね、水と鍋がセットになってるってところがね魅力ですよね。これを実際にじゃあ、炊いてみようと思います。メスティンと同じやり方で実際に蓋をして、かなり風強いですね今日ね。大丈夫かな。一応こんな感じで、ご飯を炊いてみようと思います。うまく炊けるかな、風があるからな、風防しててもちょっと心配は心配なんですけど、こんな感じで、ほったらかし炊飯してみようと思います。風防はしてるんですけどね、ちょっと風強いのかな。蓋が熱いんで、やっぱり火力が足りないかな。でもね、とりあえずメスティンで、うまくいってるんで、多分これでもうまくいくと思うんですけど、はい、約ね10分ちょっとかな、蓋と鍋の間からね、湯気が出始まってきました。ちょっとね風が強いんでね、大丈夫かなってちょっとそういう心配はあるんですけど、大概ね無風ってことはキャンプ行ったらありえないんでね、
それを考えると、まあこういう環境で固形燃料で炊けるかどうかちょっと不安ですけど、これでねパチ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 言い出してくれたら閉めたもんなんですけど、大丈夫かな。結構ね炎暴れてますね。囲ってるんですけどね。密閉性は結構あるみたいなんで、まあその辺のところですかね。他のクッカーは結構蓋の間からね蒸気がバンバン漏れてくるんで、可能性として考えられるのは、べしゃべしゃになるんじゃないかなと、ちょっとその辺の不安もあります。はい、全部固形燃料燃え尽きたみたいですね。はい、蒸らしてる間にね、今度は、おかずを作ろうかなと思います。今日はちょっとね素手を使ってちょっとやってみようかなと思います。ちょっとね風があるんで2回ぐらい予熱しないと、アルコールだとちょっときついかな。よっし、今日はね、ティファールを使ってチキンソテーを作ろうかなと思います。こんなもんかな。お、いいね。結構ね、肉でかいんだよね。ちょっと心配っちゃ心配なんだけど。鶏はね、皮から焼くってよくね言われますけど、いやー結構脂出るね、すごいな。これね肉が分厚いんで火が通るかちょっと心配なんですよね。うわー、すげえ。すげえ油だな、これ。さすが素手はパワーが違うな。もうねだいぶ焼けたみたいなんでね、これを塩でいただくって手もあるんですけど、焼き鳥のタレ、これでね、味付けしたいと思います。この照り、止まんないね。
うわあのクリスマスに食べた、ね、鶏のもも肉みたいな、うん、ちょっと煮詰めてやった方がいいのかな。うわうまそう。うわこれ正解だな。塩もいいけどタレもいいね。うわっ、ちゃ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 ね、カリッカリになったところで、よし、これで火を止めて盛り付けをします。あー、渋谷正解。こんな感じですね。はい、でここで登場するのがメスキット。これね、はめて、メインのチキンソテーね、タレをしっかりかけて、うわー最高。さあ、そして、先ほど炊きましたご飯。おお、いけてますね。どれどれ、どんなもんでしょう。うん、あ、大丈夫。お、焦げてませんね。うん、問題ない。キャンティンカップでも炊けるんだね。うん、あ、大丈夫。ちゃんとしたご飯が、うん、焼けてるかな。お、大丈夫ですね。焼けてますね。では一口お味見を。あんかい、うん、うん、うまっ、うん、うん、あ、うまい。うん、クリスマスの味だ。うん、あ、いいね。この間牛肉やったけど、チキンも悪くないな。うん、うん、あ、いけるいける。うん、これならメスティンいらないかな。いやでもまさかね、こんなに綺麗に炊けると思わなかったな。うん、これうまい。うん、うん、まことにうまい。もう千葉県は4月なんですけど、まもなくクリスマスですね。そういう味です。うん、あ、やっぱりこのメスキットっていいな。
考えられて作られてんだな。どうしてもね、スタッキングするときに頭から離れるのは食材と、あとは食器なんだよね。どうしてもこれがね、頭から離れちゃって、結局じゃあいざキャンプ行こうっていう時になると、あのビニール袋をね片手に持ってってなっちゃうんだよな。だからそれを考えるとね、やっぱりうん、こういう食器って大事ですね。これだもんねえ、美味しいわけだよね。うん、もううまい、バッチリで、ご飯日本人だからね。うんうん、メスキットの、メスキットじゃない、メスティンの代役十分できますね。これでラーメンも作れるでしょ。うん、お湯も沸かせるでしょ。で、スベアを900のクッカーにしまっとけばいいんだもんね。で、あとはフライパンを、ティファールにするか、キャプテンスタックの16センチにするかというとこでしょうか。やっぱりこのね、あのメスキットパンは持ってこなきゃダメだね。うん、今ね、みんなほとんどのフライパンはテフロン加工されてるから、フォークとナイフでこんなことされた日には絶対にもう傷だらけになっちゃうもんね。うん、それ考えるといいのかなね、見えるかな、全然焦げないですからね。焦げなし。これオールステンレス、ステンレスでもご飯きれいに炊けました。ちょっとね、口の中食べ物入ってもごもごしてすいません。うん、これもステンレスでしょ、これもステンレスでしょ、これもステンレスね。で、これはチタン、口つけるんだやっぱり。熱伝導率悪い方がいいですよね。うん、あ、これはいい、トロに最適ですね。先に切っちゃえばいいんだよな。いやー、しかしこんなにね、簡単にクリスマスのチキンが作れるとは。これいいわ。はい、ごちそうさまでした。ほんと綺麗に炊けたよね。これステンだよ、これキャンティンカップでご飯がこんだけ綺麗に炊けるんだったらメスティンいらないね。ほんとこれで一つクッカー減ったんで、うん、確実に
このお皿入れられるかな。ほんでね、この中にカトラリーセットとタナーとあと固形燃料入れてけばいいんだもんね。うん、そうするとかなりスペース空くな。うん、これは大発見。風防も結構使えますね。こう土にね刺して使えるんだよね。そうするとかなりこう動かないんで、要は何でもかんでも調理するときはテーブルの上じゃなくてね、まあこういう土の上で調理するのも一つかなと思います。今回の、チキンソテーも、大成功でした。4月なのにクリスマスが来た、こんな感じかな。コーヒーうまい。ではまた。